6月19日、ホテルガ助演東京にて、令和6年度、東京ニュービジネス協議会、定時総会、そして、東京 NBC アワード表彰式が開催され、全国から250人以上の経営者が集まりました。東京 NBC アワード表彰式では、第6回経営者大賞に、健全な社会づくり、経済の発展、文化の向上、芸術の振興に、グローバルな視野で貢献できる人材を育成されている、マクニカホールディングス株式会社、名誉会長、神山春樹氏が受賞。また、第18回 IPO 大賞は、成長著しいインバウンドビジネスを牽引し、ベンチャー企業としてさらなる成長の可能性が高いとし、株式会社インバウンドプラットフォーム、代表取締役社長、王新氏が受賞しました。受賞式後には、お二人にそれぞれご講演いただき、神山氏は、ご自身の経営経験や、決断、人材育成について、具体的なエピソードを交えてお話しくださり、王氏は、訪日外国人の日本における課題、不便を解決するための3つの事業と自社の強みについてお話しくださいました。受賞されたお二人のインタビューです。経営者大賞おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、皆さんから選んでいただいてこの賞をいただいて大変光栄に思っています。私のもう拙い経験の中で、まあ、失敗談成功談織り交ぜて話をしましたので、まあ、参考になっていただければ幸いです。はい、ぜひこれからも NBC に何らかの関わり合いを持って、はい、あのぜひいい形で経営というものを教えていただきたいと思います。はい、喜んで、はいはい、まあ、NBC の会員の皆さんであれば喜んでサポートさせていただきます。はい、改めて、このような栄えある賞をいただきましてとても光栄に、思いますとともにやっぱり本当に身が引き締まる思いでございます。これから外国人の方日本に来ていろんなサービスやっぱり受けられます。で先ほど申し上げたように多様性どんどん広がっていますので、このサービスラインを、とにかく整えていく、これが、目下求められていることかなというふうに考えています。より多くの方と、ご縁をいただきながら、今後の事業成長につなげていきたいなというふうに考えています。また昨年度の NBC 活動で最も活躍した会員に贈られる MVP には CXO クラブ株式会社代表取締役高橋隆氏、そして株式会社ズークスジャパン代表取締役渡辺義郎氏が選ばれました。高橋さん、おめでとうございます。ありがとうございます。 NBC MVP 賞、はい、ということで入っていただくだけじゃなくて入っていただいた方が活躍できる、そこは本来僕が紹介者である意味かなと思っているので、はい、そこにこだわっていきたいと思っております。ぜひ涙出るかなと思ったんですけど出なかったっていうオチでしたね。本当に苦しい時に支えてくれた仲間たち、あとまあ先輩たち、まあ、あと僕らと一緒にやってる後輩たちもいるので、やっぱりそこに対する感謝とか恩っていうのを忘れずにやった結果が MVP 賞をいただいたということで本当に光栄です。懇親会では政治家の方も駆けつけ祝辞を賜り、ご参加の皆さんは名刺交換など大いに交流され、政界のうちに終えることができました。素晴らしかったですよ。私も勇気いただきました。M&A だとかベンチャー支援とかを積極的にやってもらえば日本はもう本当復活します。そうですね、もっともっと活性化して元気になってもらいたいですね。そうですね、やっぱり多くの経営者の人たちのいろんなその人生観というのをね聞くこの NBC って本当に面白いなっていうふうに思いました。改めて思いました。ぜひその東京 NBC で戦略の自治体のそのいろんな問題を事業として解決するってことができればね、これは本望ですよね。そうですね、はい。